アロサウルス浄化は、獣脚類の分類群である。メトリアカントサウルスか、アロサウルスか、ネオベナトルか、カルカロドントサウルスかの4つのトガからなる恐竜のグループである。アロサウルス浄化は、メガロサウルス浄化と並んで、中世代ジュラ紀から後期白亜紀にかけて繁栄した、頂点捕食者を含む一群である。アロサウルス浄化のうち、 比較的完全な頭骨を残した標本が知られているのはアロサウルス、カルカロドントサウルス、アクロカントサウルス、シンラプトル、ヤンチアノサウルスのみである。最も有名で最もよく解明されているアロサウルス浄化は北アメリカの属であるアロサウルスである。アロサウルス浄化の頭骨比較アロサウルス浄化のクラドグラムクレードアロサウルス浄化はフィリップ・カリーラが最初に提唱し、 未定義のステムに基づくタクソンとして、ポール・セレノが用いた。セレノは、初めて、新鳥類よりもアロサウルスに近縁なすべての、ネオテタヌラ類とステムに基づく定義で、アロサウルス浄化を用いた。ケビン・パディアンは、アロサウルスと、新ラプトルの細菌共通蘇生及びそのすべての子孫、という濃度に基づく定義で用いた。トーマス・ホルツラとフィリップ・カリー、 ケネスカーペンターらはこのノードベースの定義を採用している。しかしカーリーカーペンター2000のようないくつかの分析では、アロサウルス化とシンラプトル化に対するカルカロドントサウルス化の位置づけが不明であるため、カルカロドントサウルス化がアロサウルス状化に含まれるかどうかも不明である。以下のクラドグラムは2012年のカラーのベンソンサンプソンの研究に基づき、 3つのワイルドカードである、ポエキロプレブロン、シュガンハノサウルス、ストレプトスポンディルスを除外したものである。7種類のアロサウルス浄化のサイズ、比較アロサウルス浄化は、確かな派生形質を共有している。その1つは三角形をした恥骨のエニタンである。アロサウルス浄化は片手に3本ずつの指を持つ。第2と第3子が外して均等な、長さ。 大腿骨が頸骨より長い。オシいには、チミチウミが発達する。アロサウルス上下の全長は10メートルに達することがあった。全長に対する、尾の割合は54%から62%の間であり、頭から腰までの長さは38%から46%とされる。アロサウルス上下は、ティラノサウルス下のような他の大型獣脚類と同様に、 全子を体に対して相対的に縮小させていた。白亜紀においてアロサウルス浄化のいくつかは最大級のティラノサウルス化と同等の長さにまで成長した。そのような大型アロサウルス浄化はモリソン層上部やテンダグル層で発見されるような他の大型獣脚類と同じ時代に生きていた。アロサウルス浄化はサイズに関わらずどれも重心が似たような位置にあった。 それは股関節前方、大腿骨の長さの37%から58%の間であることが分かっている。他にもアロサウルス上下に共通しているのは、腰と骨盤の構造である。特に骨盤は、体の大きさに関係なく、負荷を軽減するように設計されていると考えられている。特に大腿骨の傾き方によって、曲げやねじれ等のストレスが軽減されている。 さらに、アロサウルス浄化は、他の王を持つ動物と同様に、微大大菌を持っており、これによって王を屈曲させることができた。大型アロサウルス浄化は、より小さいアロサウルス浄化よりも、微大大菌の体重との比率が相対的に低いことがわかっている。加えて、アロサウルス浄化はある種の頭骨の特徴も共通している。特徴的なものとしては、小さい骨、 頭頂骨窓、短い方形骨骨、脳箱と口外の間に短い接続部があることなどが挙げられる。アロサウルス上下の頭骨の長さは高さの2.5から3倍になる。彼らは狭い頭骨とセレーションのある歯を持ち、獲物の肉をたやすくに切り裂くことができた。アロサウルス上下の歯は平らで、両縁には同じ大きさの歯根がある。 葉の平らな面は頭骨を基準として側面に配置されており、葉の縁は頭骨と同じ平面上に並んでいる。異なるアロサウルス浄化の頭骨を分析したところ、頭蓋底の体積は、シンラプトルでは9 5トル、キガノトサウルスでは2 5 0トルの間であることが分かった。アロサウルス浄化の化石から、複数の重篤な病変が発見されていることから、 彼らが頻繁に危険な状況にさらされていたことが示唆され、活発で補食的な生活をしていたという仮説を指示している。多数の傷にもかかわらず、感染の兆候を示すものはわずかである。感染は通常、損傷部位に局所的なものであり、アロサウルス上下の免疫応答は、感染が体の他の部分に広がるのを素早く止めることができたことを示唆している。 このタイプの免疫応答は現代の爬虫類の免疫応答に似ている。爬虫類は感染部位の近くでフィブリンを分泌し、血流を介して感染が広がる前に感染を局所化する。また、傷はほとんどのケースで治癒していることが分かった。この治癒はアロサウルス浄化が生き延びるために必要とする栄養素がわずかであったことを意味する。これは鳥類以外の爬虫類に 近似の中間的な基礎代謝率を持っていたことを示している可能性がある。栄養要求量が少ないということは、アロサウルス浄化が頻繁に狩りをする必要がないことを意味し、外傷を受けるリスクを低下させる。ティラノサウルスのような他の大型住脚類の骨には、種内や他の捕食者との戦闘の証拠があるが、アロサウルス浄化の骨には、住脚類同士の戦闘による、 負傷の証拠はほとんどない。アロサウルス上化の化石は集団で発見されることも多く、社会的行動を示唆している。集団化石形成の説明としては、プレデタートラップや干ばつによる生息地の減少などが考えられるが、アロサウルス上化の化石が集団で発見される頻度は、社会的動物説を支持するものである。社会的動物であるアロサウロルス上下は、 狩りの負担を共有し、群れの中で負傷したメンバーが、より早く回復できるようにした可能性がある。古生物地理学のアロサウルス上下の歴史は、パンエアが現在の大陸に分離した順序を忠実に反映している。アロサウルスは、ジュラキ中期に初めて登場し、住客類史上初の巨大なタクサとなった。メガロサウルス上下のメンバーと共に、アロサウルス上下は、ジュラ紀から、 後期白亜紀の正期を支配していた頂点捕食者であった。アロサウルス浄化は北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアに分布している。具体的には白亜紀前期にカルカロドントサウルス化の世界的な分散が起こった可能性が高い。また白亜紀前期には立教によってアフリカと接続されていたイタリアのアプリア地域にも放散があったのでは。 ないかという仮説が立てられている。アプリアで発見された様々な恐竜の足跡がこの説を支持している。アロサウルス浄化は、ジュラ紀と白秋前期の間、北大陸と南大陸の両大陸に生息していたが、白秋後期序盤を過ぎる頃になると少なくともローラシアでは絶滅し、ティラノサウルス浄化が彼らの後釜に収まった。ゴンドワナでも白秋後期末には、 アベリサウルス科が対等している一方で、アロサウルス状科の明確な化石らしきものは少ない。特にアロサウルス状科の中でも巨大化を極めていたカルカロドントサウルス科のような種は、ゴンドワナでもすでに生存していなかったようである。ありがとうございます。